冷蔵庫は魔法の箱ではありませんからね、うん、3年も4年も入れといて大丈夫ってことはないですからね、うん、そう分かってはいるんです。万能ではないですからね。そうなんです。でも日本の冷蔵庫はいいですよね、うん、音が静かで、はい、えということはロシアソ連の冷蔵庫は来たものすごい音がするんですよ。どんな音ですか。ドンガタ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 ドンって音がするんですか、ドンって。要するにあのコンプレッサーの音ですね、はいはいはい、それですからホテルではやっぱり夜は冷蔵庫の栓を抜かないと寝れないですね。そんなうるさいんですか。ものすごい音。それでそれだけうるさいのにほとんど冷えないの。えほとんど冷えない。そう、全員だからロシア人っていうのは冷蔵庫、はい、ソ連時代ですよ、うん、3日ぐらいしか信用しなかったですね。へえ。アメリカのでっかい冷蔵庫もすごい音しましたよね。アメリカ行ったことは、あ、行ったこと、アメリカ冷蔵庫の音がすごいってなんでわかるんですか。うちにアメリカの冷蔵庫があったからですよ。アメリカ製の、はい、どんな音なんですか。ワールプールって言ったかな。一時期なんか中学時代かなんかに冷蔵庫買うぞって時に親父が憧れだったんですよね。あの大きい冷蔵庫ってまだなかったんですもんね。そう、私たちが中学生ぐらいまでは。大きい冷蔵庫買いたかったんでしょ。でドーンと台所狭くなったんだけど、これがもうまあソ連製とはまた違うんですけど、ラウ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 ラってそれが夜中するんで、そうそうそう、おふくろがお父さんこれはって言ってこんだけ頑張ってんだよ、よく冷えるんだよ。どうだったのかしら冷え具合が。すごかったですよ。ちゃんと冷やしてくれるんですね。すごい冷えますけど。でも私の近所にね、はあの子供の頃、小学校の頃、冷蔵庫っていうと必ずしも電気冷蔵庫じゃなかったですね。木の冷蔵庫、半分ぐらいの人は木の冷蔵庫でした。あ、そうでした。団地の中でも氷の塊置くやつでした。そう、氷を配達してきて、はいはいはい、だから僕はあれが欲しくてね、うん、親に言ったんだけども、やっぱりうちは氷冷蔵庫ないの嫌だと、うん、かなり早くから父親があのやっぱりアメリカ製の冷蔵庫最初入れてたんですよね。ですからあの氷の冷蔵庫と、あと氷屋さんが氷売りに来て、うん、あの切って運んでるのがもう本当羨ましかったですね、はい、うちは小学校6年生、12歳までありましたよ、木の冷蔵庫。食器入れ、捨てないで。それは親父の給料で買った木の冷蔵庫だから捨てずに捨てられなかったんでしょうね。ずっとあの普通の電気冷蔵庫の隣に木の冷蔵庫がずっとあって、食器入れね、それはありましたけども、まあ、冷蔵庫の中身っていうと、さっきあの佐藤勝さんもおっしゃった通り万能じゃないんでね、はい、たまにはこう入れ替えなきゃいけないし、そうなんです。冷蔵効率を考えたらギシギシは良くないって話ありますよね。そう、あと温度の調整も、まあ、夏はちょっと冷やし目にするけど、冬はエコを考えてちょっとこう軽めにするとか、ちゃんと買いましょうねって分かってはいるんですけど、やったことのほとんどない。主婦ですね。いや、もう基本ですよ、これ基本の。あの冷蔵庫ともう一つ別の形で使えるのは乾燥機として使えるんですよね。はい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 。だから例えばインスタントコーヒーなんか最近あんまり飲まないと、しかし時々飲みたくなると、うん、外出しとくと水分吸っちゃって、うん、あのカチカチになっちゃうんですよ、はいはい、しけっちゃうんで、ね、冷蔵庫入れとくといいですよね。私は大学1年の時はあの冷蔵庫によくあのシャツを入れてたやついましたね。冷やすためですか、はあはあ、冷凍庫にパンツ入れたっていう、まあ、そういう人もいましたね。話はね、よくでもないけど、はい、だから夏場とか冷房がない時代ですよね。暑くしょうがねえからってんで、しばらく冷凍庫に入れておいて、それを切ると2分ぐらいは涼しいですね。まあ私もやった方ですけど。あ、そうです、はい、冷蔵庫に金隠してる人いますよね。あ、そうですか。聞いたことあります。へそくりね、はい、うん、はい、油紙に包んでとか、そうそう、油紙ってなんかあの冷凍食品のなんか包むあの銀のあの袋あるじゃないですか、はいはいはい、あの中になんか包んでとかいう人いますね、うん、まあプロから見れば一発では見破っちゃうんでしょうけどね、バレバレなんでしょうね。